こんにちは、オットリアギターです。今日はですね、新入荷情報をお送りしたいと思うんですが、今日はギブソン特集をお送りしたいと思います。このギブソン、当店にたくさん今在庫がありますけども、その中のほんの一部を今日はご紹介させていただきたいと思います。一体どんなギブソンがあるのか、まあ、ちらっと見えてますけどね、ご紹介させていただきたいと思います。そして動画の最後には、今日ご紹介したギター、いつ販売するのか、そしていくらなのか、大切な話をさせていただきますので、最後までご覧いただければと思います。では早速行ってみましょう。まず1本目です。こちらギブソン 1958J200 というモデルになります。こちら1995年に製造されたモデルです。最近ですね、この J200 当店にかなり入ってきております。今まであまり入ってこなかったんですけども、1本入ってきたら次々と入ってくるような感じで、類は友を呼ぶじゃないですが、今このオットリアではこの J200 がフィーバーしております。はい、こちらのモデル1995年製で、このモデル名の通りですね、1958年の J200 のスタイルとなっております。カラーはナチュラル、またの名をブロンドと言います。結構ね、このサンバーストカラーの J200 と、そしてこのナチュラル、まあ結構好みが分かれるとこなんですけども、皆さんはどちらがお好みでしょうか。状態なんですけども、ちょっとピックガードが若干薄くなってますけども、あとはめちゃくちゃ綺麗な状態です。はい、製造からもう30年近く経った個体と思えない状態ですので、これは備品好きな方にもおすすめです。まあ、最近ですね、この J200 値段が年々高騰してますので、このユーズドは狙い目でございますので、楽しみにしておいてください。では2本目です。こちらギブソン J200 デラックスローズッドです。1995年製になります。実はこのデラックスローズッド、先日サンバーストの同じモデルを販売させていただきました。それのナチュラルバージョン、ブロンドバージョンになります。こちらのモデルはですね、このデラックスという名の通りかなり豪華です。はい、このボディバインディングにはですね、アバロン装飾が入っております。そしてブリッジにも入っていたりとか、豪華な仕様です。そしてこのギターの特徴、なんといってもサイドバックがローズッドということになりますね。これはかなり貴重です。前回のですね、サンバーストのモデルも本当に素晴らしいサウンドでございまして、いい音ですねというコメントもたくさんいただきました。もちろんこちらのモデルも素晴らしいサウンドです。そしてですよ、前回のサンバーストのデラックスローズッドは使用感が結構あったんですが、こちらのモデル使用感がですね、かなり少なく、めちゃめちゃ綺麗です。前のオーナー様が大切に扱ってきたのが伺える、そんなギターですので、ぜひ備品好きな方にもおすすめしたい、そんなデラックスローズッドでございます。販売を楽しみにしておいてください。続いて3本目です。こちらギブソンの J451967ADJ というモデルです。実はこちらのモデル2015年製のカスタムモデル、限定100本のモデルになるんですけども、三木楽器さんと黒沢楽器さんがコラボして作ったモデルなんです。ここでピンとくる方もいらっしゃるかもしれません。モデル名に1967とあります。なぜ1967なんでしょうか。ちょっとカミカミですけども、そうです、あの吉田拓郎さんに敬意を表して作ったモデルなんですね。そのモデル名ですとか、表には吉田拓郎モデルとは出ておりませんが、分かる方には分かると思います。その昔、拓郎さんのトレードマークといえばタバコサンバーストの J45 だったんですよね。これに憧れたという方も多いと思うんですけども、まさしくそのギターを復刻したモデルなんですね。カラーがおなじみのタバコサンバースト、ピックガードが厚手のラージピックガード、そしてこのアジャスタブルブリッジです。そしてこのギター、なんといってもですね、このネックがですね、ナローネックなんです。ナット幅が約40ミリで、このヘッド角が14度、もう徹底的にこだわった仕様なんですね。まあ今ですね、
この14のヘッド角の復刻モデルっていうのはよく見かけるんですけども、この2015年当時はですね、まだこの14のヘッド角の復刻モデルというのはなかったんですよね。その先駆けとなったのがこのギターになります。そしてこのギター、もともとですね、このペグが、クルーソンタイプの白ボタンだったんですけども、これ前のオーナー様がですね、まあ、こだわりがあったんでしょうね。拓郎さんに近づけたいということで、このキーストーンタイプのペグに付け替えております。ですのでちょっとですね、このペグを付け替えた跡があるんですけども、もう拓郎さんファンにはやっぱりこのキーストーン、やっぱり欲しいですよね。そういったもうこだわりがある仕様となっております。状態もですね、大きな傷ダメージなく良好なコンディションですので、ぜひですね、うわ拓郎さんのファンなんだよなっていう方にはですね、おすすめしたい、そんな J45 でございます。楽しみにしておいてください。では4本目です。またまた J45 です。というかこの先もずっと J45 です。今日は J200 と J45 特集になります。はい、ということで、こちらの J45 ですけども、2015年製のヴィンテージというモデルになります。まあ、このヴィンテージという名の通りですね、ヴィンテージスタイルの J45 なんですけども、まあ、こちらの注目する点はですね、いくつかあるんですが、まずヘッドですね、こちらロゴがスプリクトロゴ、そしてバナーが入っております。こちらは1942年から1946年頃までの仕様となっておりますね。はい、そしてこのボディなんですけども、トップ材がアリドンダックスプルースです。アリドンダック高級材ですね。しかもサーマリーエイジド加工が施されております。このサーマリーエイジド加工というのは簡単に言うと熱処理が施されており、新しいギターでもヴィンテージのような鳴りがするような特別な技術が施されたこともサーマリーエイジド加工というんですね。はい、あのヤマハですと ARE とか、あとはマーチンですと VTS というのがあったりしますけども、まあ、そんなような感じです。はい、そしてブレーシングは2革塗装になっており、この塗装もですね、VOS 塗装といって、ちょっと、半ツヤ塗装みたいな、まあ、ヴィンテージスタイルとなっております。はい、でこのギターちょっと不思議です。不思議というかですね、まあ、これ僕の個人的な意見になりますよ。どうせやるならもっと徹底的にやってほしかったなっていう意見があります。どういうことかというとですね、このヘッドがスプリクトゴロゴ、そしてバナーじゃないですか。しかしこのブリッジ見てください。これがアッパーベリーブリッジなんですよ。わかりますか？このスプリクトロゴとバナーロゴであれば、このブリッジは長方形のレキタングラーブリッジじゃないとダメじゃないですか、という意見です。はい、もう非常にね、これはこだわりのとこではあるんですけども、どうせならそこまで合わせてほしかったなっていうのはあるんですけどね。まあそれでもですね、十分かっこいい J45 でございます。そしてこのネックもですね、ちょっと太めなんですよ。はい、まあ40年代のようなもう極太、ベースボールバットと言われた極太まではいきませんけども、でもね、50年代よりはちょっと厚めな感じなんですよね。だからこのあたりもポイントが高いかなと思います。この太いネックならではののぶとい低音がたまんないです。楽しみにしておいてください。5本目です。またまた J45 です。こちらまずご覧ください。どうですか、このウェザーチェックがぎっしりと入ったこの貫禄のルックス、どうでしょうか。多分これを一目見るとですね、あのヴィンテージでしょと思う かもしれませんが、実はこれ1997年製なんです。ヴィンテージ度まではいかないですよね。これどんなギターかというとですね、1962 J45TN というモデルです。ここで分かる方には分かると思います。この TN とは、そうなんです、強し長渕の TN なんです。実はですね、この1997年にですね、前の代理店であった
山野楽器さんがですね企画して限定で作ったモデルなんですね。数量はどのぐらいか具体的にはちょっとわからないんですけども、流通量はかなり少ないです。ですので長渕ファンにはたまらないギターなんですよね。長渕剛さんっていうのはですね、この J45 というのを、レコーディングですとか生ギターが活かせるところではですねよくお使いです。はい、ですのでこのルックスというのがですねもう分かる方には分かるんですよね。この長渕剛さんならではの特別な仕様となっております。まずですねこのヘッドなんですけども、ペグですね、ペグご覧ください。こちらシャーラータイプのペグに変わってます。実際長渕剛さんもこのシャーラータイプのペグに変わってるんですけども、こちらはですねおそらく五等星なんじゃないかなと思うんですが、なんとですねこのペグの後ろにギブソンと入ってるんですよね。これもちろんその元々の仕様なんですけども、このシャーラータイプでこのギブソンっていうロゴが入ってるのを見るの僕初めてですね。あんまりアコギでは使われたことないんじゃないかなと思います。はい、そしてブリッジですね。これがレキタングラーブリッジなんですよ。はい、先ほどのヴィンテージもねこれで言ってほしかったんですけどね、こちらも長渕さんと同じレキタングラーブリッジになってます。はい、そこでまた細かいこだわりがあります。このブリッジピンご覧ください。ブリッジピン6弦だけが黒なんですよ。はい、実はですね今は違うんですけども、この長渕剛さん、この1997年頃の長渕さんが使ってた J45 というのはですね、このブリッジピンが6弦だけが黒だったんですよ。それまでもちゃんと、忠実に再現したこの TN というモデルなんですね。はい、ただですねこのギターもちょっとおかしいんです。何がおかしいかというと、モデル名が1962とありますよね。1962、これは1962年の J45 を復刻したということだと思うんですけども、ただですねこのブリッジ見てください。レキタングラーブリッジなんですよ。実は1962年はアッパーベリーブリッジなんですよ。おかしいですよね。というのは長渕さんの J45 もすごく不思議な仕様なんですよ。実はその長渕剛さんの J45 の謎についてはですね過去の動画でアップしております。東京で長渕剛さんの J45 の実機が展示されてる時があったんですよ。僕はそこを見に行きました。ガラス越しに舐め回すようにですね見ました。そのレビューをしておりますのでそちらの方をご覧ください。その動画の中ではおそらくこういうことなんだろうっていうことも言っておりますので、ぜひそちらの方をご覧いただければと思います。はい、ということでですねこちらの TN なんですけども、使用感がほんとぎっしりとあって、通常1997年製の J45 でこんなにならないですよね。どうやったらこうなっちゃったんだっていう感じなんですよ。今マーフィーラボとかありますけど、まさしくそういうレベルです。これは天然にしてはすごいですね。でこのギターマイナスポイントがあります。というのはですね、当店に入荷した際このヘッドがですね軽度なんですけども、クラックが入ってたんです。軽度でした。それを当店でしっかりとリペアしました。多分ですねパッと見わからないと思います。それぐらいしっかりと直させていただきました。もともと軽度ということがありましたけどね。ということでそういちょっとリペアがあるということで、通常の相場よりもですねちょっとお安くご提供できると思いますので、まだ値段とかはちょっとねまだ決めておりませんけども、いつ販売するか楽しみにしておいてください。すごくかっこいいギターです。持っててもね、持って写真を撮りたくなるような、そんな激渋の J45 でございます。では最後6本目です。こちら J45 製造年が1955年製です。まさしくリアルヴィンテージでございます。はい、この50年代の J45 今ね年々高騰してきております。それだけ数が少なくなってるということなんですよね。この50年代の J45 を狙ってるという方もねいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、こちらの55年製イレギュラーモデルです。何がイレギュラーかちょっと説明させていただきますね。
実はですね、この J45 1955年を境にですね、仕様変更されます。主な仕様変更2つあります。まず1つ目、ブレーシングです。はい、1955年までがスキャロップドブレーシング、そして1955年からがノンスキャロップドブレーシングに変わるんです。そして2つ目、ピックガードです。1955年までがスモールピックガード、55年からがラージピックガードに変わるわけです。はい、では何がイレギュラーか説明します。まずピックガードですけども、まあ、ご覧いただければ分かると思います。ラージピックガードです。55年からの後期仕様ということになりますよね。じゃあブレーシングは、スキャロップドブレーシングなんです。あれ？と思う方もいらっしゃるかもしれません。そうなんです。顔つきは55年からの後期モデルなんですけども、ブレーシングは55年までの前期モデルなんです。ですので顔つきは後期モデル、中身は前期といったイレギュラーモデルになります。こういうのはですね、こういう仕様変更が行われる過渡期にはですね、仕様が混在したものっていうのが登場したりします。これはまたギブソンの面白いところでもあるんですよね。ということでこちらはイレギュラーモデルになりますので、顔つきはラージピックガードがいいんだよな、だけどスキャロップのサウンドが好きという方にはもってこいの J45 でございますので、楽しみにしておいてください。ということでちょっと駆け足で説明させていただきましたけども、ギブソン6本ご紹介させていただきました。もうこれはですね、もうギブソンの中のほんの一部です。本当はまだまだありますので、今後ですね、どんなギブソンが登場するのか楽しみにしていただければと思います。ではこの後ですね、いつ販売するのか、そして価格はいくらなのか、そのあたりの大切な話をさせていただきます。ではいつ買えるのか、そして価格はいくらなのかについてですね、説明をさせていただきますと、まだ決まっておりません。では今日紹介した6本のギブソン、じゃあいつ買えるんだということなんですけども、この YouTube で配信した時が販売スタートになります。そして一番最初にお問い合わせをいただいた方にご購入していただけるというシステムになっております。まあこれにつきましてはですね、いつもタイミングが悪くて買えないとか、不平等だとか、そういった意見もちょこちょこいただくんですけども、どれも平等ではないです。はっきり言って。どれも不平等だと思います。何をやっても。結局タイミングになってしまうんですね。ですので、私の考えではですね、ある意味、このシステムというのは、全国の方にご購入していただけるチャンスがあるということだと僕は思っております。例えばいつでもオープンにしておいて、営業時間内に来て見て買われたらですね、遠方の方買えないですよね。逆にそれもそれで不平等だと思いませんか。ですのであえて私は全国の方にですね、ご購入していただけるようにこういったシステムっていうのを取っております。では今日ご紹介したギターの中でどうしても欲しいものがあった、それどうしたらいいんだなんですけども、もちろんこの YouTube をずっとですね、まめにチェックしていただいて、当店の YouTube がアップされたらすぐにお問い合わせいただくのもがいいんですけども、それでもなかなか難しいという方いらっしゃると思うんですよ。そこで当店はこういったサービスを作りました。それは YouTube のメンバーシップというものです。この YouTube のメンバーシップにご入会していただきますと、今日ご紹介したギター、例えば J45 の TN ありますね。これを何月何日の何時頃に販売しますという予告の限定動画をメンバーの方にお送りしております。ですので、例えばこの TN がすごく欲しい、探してた、絶対欲しいという方は、その指定された時間帯にスタンバイしていただいて、配信されたらすぐにお問い合わせをいただければ、ご購入できる確率が高くなります。実際にこのメンバーシップを始めてから半数のギターメンバーの方にご購入していただいております。それぐらい買える確率が高くなりますので、どうしてもこのギターが欲しいというのがありましたら、メンバーシップにご入会していただくことをお勧めします。あとですね、メンバーシップに入ると優先的に買えると思っている方もいらっしゃいますけども、そうではないです。それだけちょっとご了承していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。当店は
一般的なお店さんと違うシステムで運営をしております。ご存知の方も多いと思いますけども、知らないという方もいらっしゃると思いますので、改めてお伝えさせていただきます。一般的なお店さんというのは、何曜日の何時から何時までオープンしてて、その時間帯に誰でも好きなタイミングで来て、引いて触って欲しかったら購入できるというようなシステムが一般的だと思いますが、当店は完全予約制になっております。では予約をすればいつでも来れるのかではないんですね。実はこの来店できる方というのは主に2つのパターンがあります。まず1つ目ですけども、現在販売中のギターを実際に見て触って購入を決めたい方、2つ目は買取の方です。その2パターンの方しかここには来ることはできません。はい、まず1つ目の購入についてなんですけども、現在販売中というのはですね、当店はまあこの J ギターサイトに在庫のギターというのを載せております。その J ギターに載ってるギターを欲しいな、でも実際弾いて触ってみたいなという方は OK でございますが、 J ギターに載ってないギターを見て触ってご購入できるということはできません。あくまでもサイトに載ってる販売中のギターのみのご来店になります。2つ目の買取については、事前にですね、型番ですとか状態を教えていただければ、だいたいこのぐらいの金額ですっていうのを先にお伝えしてますので、その金額が想定内であればお越しいただくことは可能です。まあ、といった感じでですね、ちょっと他の店さんとは違う独自のシステムでやっております。ではおさらいをします。今日ご紹介したギター、まだ販売時期、価格は決まっておりません。じゃあいつ販売するんだ、それはこの YouTube が配信された時が販売スタートになります。でもいつ配信されるかわかんない、そんな方にですね、メンバーシップというのを設けました。このメンバーシップに入っていただきますと、何月何日の何時頃にこのギターが販売するというのを事前に限定動画をお送りしておりますので、その時間帯にスタンバイしていただいて、配信されたらすぐにお問い合わせをいただければご購入できる確率が高くなるということです。といった感じでお分かりいただけましたでしょうか。ちょっとですね、まあ、他のお店さんと違うスタイルをとっておりますので、戸惑われる方もいらっしゃると思いますけども、近くの方を対象ではなく、全国の方を対象にやりたいと思いますので、今後ともこのオットリーヤをよろしくお願いいたします。ということで、もう本当にね、たくさんギターが本当入ってきておりまして、これからね、バン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 素晴らしいギターをご紹介させていただきたいと思いますので、どうか今後ともこのオットリーヤをよろしくお願いいたします。ぜひですね、今日のギブソンのギターの中で、うわ、このギターいいなとか、これ欲しいなっていうのがもしありましたらですね、コメントいただけますと嬉しいです。人気のあるギターを優先的に販売していこうかなとも思っております。ぜひコメントに残していただければと思います。ということで、本日もですね、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。